はい。私がドクターを守ります。座っていていいといけません。私は護衛です。護衛たる者はいついかなる時も対象のすぐそばで守らねばなりません。もしかして、私がお近くにいるのは邪魔でしたかスポットさんには、 以前お会いしたことが。い,いえ、ただ私が所属していた部隊が、彼の駐留する都市を通りがかった際に、協力してくれたことがありました。彼は覚えていないでしょう。いいんです。ドクターがなさることは全く意味がわかりませんが、なんだかすごいように感じます。 えはは私は何も話していません。空耳ですよ、ドクター。ドクター、これ先ほどおっしゃっていたので持ってきました。あの、私、余計なことはしていませんよね。ドクター、すみません。この間の任務で、 また一人で飛び出してしまいました。怪我をしている人が目に入って、頭に血が昇ったみたいに、ドクターのご命令を忘れて飛び出しました。わざとじゃないんです。どうか、どうか私を嫌わないでください。あの、ドクター、私をお探しですか いえ、ドクターを避けているわけでも嫌いなわけでもありません。ただ、すみません。どう説明すればいいかわからなくて。サルウォンの軍にいた時は、周りのみんなに嫌われていました。でも一人だけ、とても良くしてくれる方がいて、 彼女は、私の一番の友達だったんです。ただ、最後には、裏切られて。ドクター、私、もうわからないんです。どうやって、他の人を信じればよいのでしょうか。ドクターはなんて優しいんでしょうか。 こんなに人に嫌われる人間なのに、そんな私に対してもちゃんと話をしてくれます。やっぱり、ドクターのことは信じても大丈夫なんですよね。お、ドクター、聞いています。はい。私はやはり、ドクターを信じたいと思います。ドクターの敵は、私の敵です。ドクターの寝顔。 少し見てみたいです。見たところ、確かに優しそうな方ですが、本当にアーミアさんの言うように、親しみやすい方なのでしょうか。あ、その、すみません。ぼ、ぼーっとしてしまいました。コードネーム、ヘビーレイン、着任しました。はい。私もこのレベルになれるはずです。 アーミヤさんもいるなんて、私、もしかして解雇されるのでしょうか。え、昇進ですかドクター、私、昇進せずに、このままではいけませんかいえ、違うんです。皆さんが親切すぎて、少し、怖いんです。仰せのままに。 私、頑張りますドクターの期待は絶対に裏切れません。接的準備私はここに。ドクター、ご用命ですかはい。ここで大丈夫です。 死んで。どいて邪魔ふんドクター私はちゃんとやれましたかドクター私はまだ戦えます 私に追わせてください。ドクター、私があなたを守ります。ロドス、大きいな。えドクターいきなり、驚かさないでください。アークナイツ。 ドクター、私がお役に立てることはありますか